皆さんこんにちは、カオルンです。今日はね、いつもと違う動画を出させていただきました。って言っても初めての人も初めてじゃない人も、たくさんいらっしゃると思います。今まで、僕のライブを見に来てくれた人たくさんいらっしゃいました。でもね、自分の中でなんかこう音楽だけの動画をね出していたり SNS で公開をしているとですね、自分の中ではやっぱり音楽は大好きなんです。アーティストとしてこうやっていってるっていう自分の中での気持ちもあるんですけれども、僕はやっぱり実はその音楽だけで生活しているわけではなくてですね、たくさんいろんなことをやっています。実を言うと、僕の中ではそういうところ、こう音楽以外のところの部分も見ていただけると、自分のカオルンっていう存在を皆さんにもっともっと知ってもらえるんじゃないかなって思って、初めてこういう動画、コメント系のね、こう自己紹介動画を出させていただきました。で、改めて自己紹介をさせていただきますと、私の名前は、カオルンです。23歳です。今年というか来年の2020年になった時の2月に24歳になるんですけれども、来年、就職が決まっていてですね、自分の、音楽にすごい好きだっていうことで音楽に携われる、仕事を選びました。って言ってもなかなか名前は出せないので、そういう某企業に、働かせていただきます。で、今は大学院生をしていて、大学で研究をしているんですけれども、やっぱり大学院生ってなかなか行くような人たちって理系の方の中でもこうある程度の方しか行かず、就職する方っていうのはたくさんいるんですね。で、そうしてしまうとやっぱり世の中の人たちっていうのは大学院ってどういう学校なのって、研究だけど社会人にはないからやっぱり忙しくないんじゃないのみたいな、こう思ってらっしゃる方も周りにたくさんいらっしゃいます。でも実際に内情を見てみると、大学院っていうのは朝から晩まで、特に普段の暇、研究を一日中していたりするので、なかなかこうアルバイトができずにお金を稼げなくてですね、好きなものが買えなかったり、遊びに行くことができなかったり、あとは周りに音楽をしている大学院生もいらっしゃいまして、でもそういう人たちも本格的にこうなんかこうライブ活動したり路上したりっていうことはたくさんしている中で、学校が忙しくて辞めてしまうっていうことが、結構見られます。こう一日中こもってるので、なかなか他のことに時間を費やせないんですね。で、お金ももらうことができないので結構大変だったりします。で、そういう自分の大学院っていう肩書きと本当に音楽活動で両立してるんだよっていうことをこう皆さんにもっともっと知ってもらいたいなって思って、これからはこう音楽動画だけではなくて、こう何か自分の学生生活の一部のこうスケジュールのお話だったり、あとは音楽に対する路上でのこうなんか面白かったエピソードとか、あとは僕はすごいラーメンとかどっか行ったりするのが好きなので、そういう名所だったり、何かこう商品食べ物のレビュー紹介だったり、こう YouTuber の方たちがやるようなこういうこともやってって、なんかこう少しでも結果につながっていきたいなと思って、頑張りたいなと思います。で、ここで皆さんに一つ、お願いがあります。やっぱり皆さんに見ていただくためには頑張っていきたいんですけれども、まだまだ、動画のクオリティっていうのは低いと思います。今この動画を出している中でもなんかこう画質が悪かったり、こう字幕がちょっと足りないよとか、いろんなこう思ってる方がいらっしゃると思うので、そういう方があったらぜひ、コメントをよろしくお願いいたします。でもやっぱり僕は褒められるのがすごい大好きなので、褒め言葉のコメントをいただけたり、一つでも、いいのでそういうことに関することを言ってくださったり、あとはチャンネル登録、高評価してくれると自分にもともと自信が持てて、これからの活動をあくまでも音楽をメインにはやっていきたいので、音楽活動ってところのこうモチベーションっていうのがしっかり、上がっていけるかなと思います。あとは、まだまだちょっとやっぱり大学院生ってお金がとてもないので、皆さんにこういっぱい見ていただいたり、チャンネル登録をしてもらえると僕もこう広告収入だったり入っていくことができるので、本当に本当に応援していただけると、僕もその機材を買うことができたり、あとは
まあ、すごい時計が欲しいんです。時計が、でも時計もなくて、こんなに手がもうすごいご無沙汰状態みたいな感じになってるので、そういう、こう資材とか物とかも買って、自分が欲しいものがたくさんあるんですね。こうまずスタンドが今300均の使ってて、もうぷよぷよなんですよ。すごいぷよぷよで、まあでも300均しか使いやすいかな。まあこんな商品もね、レビューしていけたらなって思いますけど、これから一生懸命まだね不規則ですけど、動画をこう上げていきたいなと思いますので、今見てくださる方の、今これを見てくださってる方もぜひチャンネル登録と高評価ぜひぜひよろしくお願いいたします。本当に本当にお願いいたします。これからカオルっていうものを、音楽メインではありますけれども、音楽活動だけではなくて、こう YouTuber として自分のこう全てをさらき出せていけるような、本当のカオルをもっともっと知っていただけたらなと思います。ぜひぜひ今後もどうぞよろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。本日はカオルンチャンネルをご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価、コメント、ご意見のほどよろしくお願いいたします。またインスタグラム、ツイッターもやっていますので、ぜひぜひチャンネル登録のほどよろしくお願いいたします。今日も本当に見てくれてありがとうございます。また次もいい動画を出せるように頑張りますので、応援のほどどうぞよろしくお願いいたします。バイバイ。